これから常磐大学2021年度入試についてご説明いたします。こちらは2021年度入試制度別募集人員です。一部の学科において入試制度ごとの募集人員が若干変わっておりますが、基本的に総合型選抜、学校推薦型選抜と一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜の募集人員の比率は6対4となっております。ただし看護学部のみ5対5となっております。続いて総合型選抜入試制度の実施日程、方法をご説明します。まず総合型選抜1期から4期のスケジュールをご説明します。すでに報道等でご承知とは思いますが、コロナ禍の影響により総合型選抜の出願開始を当初予定より2週間程度遅らすよう文部科学省より通達がありました。それに伴い1期については当初のスケジュールより2週間程度遅らせ、事前相談の申し込み開始を8月25日からといたしました。黄色の箇所が日程変更となっているところですのでご注意ください。なお2期の事前相談申し込みは9月26日から10月1日までとなっておりますので、1期で残念ながら不合格となってしまった方も2期への申し込みが可能です。1期は1次選抜、2次選抜がございますが、2期、3期、4期の総合型選抜については2次選抜はございません。1期の2次選抜については書類選考のみですので、大学へ来る必要はありません。1次選抜に合格した方には結果通知と一緒に課題を送付いたしますので、2次選抜書類提出期間に提出してください。大学の総合型選抜1期から4期については本学での学びの内容や学習計画を十分理解した上で受験していただくために、出願前に事前相談を受けていただくことになっております。事前相談には参加表、志望理由書、調査書、学科ごとに設定している課題や作文、資料などをお持ちいただき、その書類をもとに面談をいたします。詳細については募集要項をご覧ください。募集要項は本学受験生応援サイトからダウンロードしてご利用ください。事前相談の日程については相談日の中から本学で決めさせていただき、メールにてご連絡いたします。なお事前相談、出願登録についてはすべて本学ウェブ出願サイトから登録していただきます。本学から受験生への連絡は主としてメールで行いますので、迷惑メール対策等で各種設定されている方は tokiwa.ac.jp のドメインのメールが届くよう設定をお願いします。総合型選抜1期から4期までの各学科での書類選考、試験内容についてご説明します。書類選考については期日までに提出していただいた志望理由書、調査書、課題・作文、任意ではありますが活動内容を報告書をもとに評価します。教育学科については学習計画書も合わせて提出していただきます。用紙については本学ウェブ出願ページはじめ2のページにありますので、ダウンロードしてご利用ください。当日の試験は主に面接です。
提出いただいた書類を活用して実施します。なお、経営学科は面接以外に適性検査を行います。検査の内容は英語と数学になります。総合型選抜では特にマッチングを重視しています。志望理由書の書類はダウンロードして準備できるようになっています。また6月から配布を開始している入試ガイドには昨年度入試の実施内容が掲載されていますので参考にしてください。総合型選抜においては学科ごとのアドミッションポリシーなどのいわゆる3つのポリシーを自分なりに理解をして進めることも大切です。ぜひ早めの準備を進めましょう。なお、総合型選抜1期から4期は他大学と併願可能です。また1期から3期については入学手続きを2021年3月24日まで延期することが可能です。これまでの説明にも出てきたウェブ出願サイトのご案内です。受験生応援サイトからウェブ出願をタップするとウェブ出願サイトに飛びます。はじめ2のページには募集要項のほか出願に必要な書類などがダウンロードできるようになっています。ご案内の通り、志望理由書などすでに準備ができる書類もありますのでご確認ください。また総合型選抜の学科ごとの課題や作文のテーマ、適性検査の参考資料の公表は事前相談申し込み開始後になります。またコロナ禍の影響による日程や実施方法の変更などは受験生応援サイトのトピックスに掲載しますので、こまめに確認いただきますようお願いいたします。続きまして、総合型選抜卒業生推薦についてご説明します。こちらは本法人が設置する学校の卒業生の推薦を受けた方で、本学の見学の精神や教育の理念を理解し、本学が示す評定平均値の基準を満たしている志願者について、その資質や適性等を評価させていただく入試制度です。スケジュールは表示の通りです。当日の試験は面接のみです。本法人が設置する学校とは、常磐大学、常磐短期大学、常磐大学高等学校、地学館中等教育学校であり、三親等以内のご親族の推薦が必要です。こちらに三親等のイメージを示します。いとこの方は四親等ですので、残念ながら対象となりません。参考にしてください。なお、各学科が設ける評定平均値の基準については募集要項をご確認ください。次に、総合型選抜課外活動についてご説明します。硬式野球、剣道、サッカー、ゴルフ及び吹奏楽において優れた実績と能力を持ち、本学の教育を受けるにふさわしい学力を有し、入学後も学業及び当該部活動での能力向上を期待しうる学生を特別に選考する入試制度です。なお、人間科学部心理学科、健康栄養学科、看護学部の募集はありませんので、ご注意ください。また、今期より12月に出願ができる2期を設けました。1期は1次選抜、2次選抜がございますが、2期は2次選抜はございません。1期の1次選抜通過者には、1次選抜結果通知書と課題を送付します。課題に各自取り組み、2次選抜書類提出期間内に提出してください。こちらも
先ほど同様に、黄色の枠が当初予定より日程変更となっておりますので、ご注意ください。出願資格として、例年は県大会ベスト8以上等の条件を設けておりましたが、今年度はコロナ禍の影響で、インターハイ、吹奏楽コンクール、高校野球選手権大会等開催できない状況ですので、昨年度までの実績および練習会でのパフォーマンスで確認させていただきます。総合型選抜課外活動の募集要項も本学ウェブページに掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。ご不明な点があれば、本学アドミッションセンターまでお問い合わせください。次に、学校推薦型選抜についてご説明します。こちらは名称の通り、高校の推薦が受けられた方が受験できる制度です。スケジュールは表示の通りです。公募制の出願基準は、人間科学部、総合政策学部は、いわゆる全体の評定平均値が 3.0 以上、看護学部は 3.3 以上となっています。ただし、総合政策学部、経営学科は、評定平均値の基準を満たしていなくても、日照簿記3級以上などの資格を取得された場合は、出願ができます。出願基準となる資格はいくつか種類がありますので、詳細は募集要項でご確認ください。指定校への推薦依頼については、6月中旬に各高校、中等教育学校等へ発送しておりますので、通われている学校に指定校の枠があるかどうかは、進路指導部の先生や担任の先生を通じてご確認ください。試験内容につきましては、公募制は小論文と個人面接を行います。指定校制は個人面接のみとなっております。続きまして、一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜についてご説明します。まずはじめに、一般選抜についてご説明します。スケジュールは表記の通りです。1期については、延納手続きにより、入学手続きを2021年3月24日まで延期することができます。受験科目は2科目です。英語を必修とし、選択科目3科目の中から1科目を選択します。今年度より数学がすべての学科で選択できるようになりました。なお、選択科目で理科、生物基礎を選択できるのは、人間科学部、健康栄養学科単眼の場合、看護学部、看護学科単眼の場合、第一希望学科を看護学科にし、かつ第二希望を健康栄養学科にする場合の3通りのみですので、ご注意ください。大学入学共通テスト利用選抜についてご説明します。スケジュールは表記の通りです。1期については、一般選抜と同様に、入学手続きを2021年3月24日まで延期することができます。また、1期の合格発表につきまして、大学入学共通テストの日程が第1日程、第二日程と2つの日程を設定されたことにより、当初の予定通り合格発表ができないこととなったため、合格発表日と入学手続き締め切りの日程を変更しています。なお、2月の特例追試験で受験の場合は、2期の方に出願いただくことになります。ご了承ください。受験科目は3科目です。
前年度と同様に英語、国語を必修とし、選択科目は表記の通りです。なお、英語の配点についてはリーディング、リスニングとも100点で、共通テストの配点のままとなります。また、理科の基礎を付した科目の場合は、2科目選択していただきます。なお、健康栄養学科を志望する場合の選択科目は、数学または理科から1科目選択となります。各学部で配点が異なります。表記の通りですが、募集要項でご確認ください。以上で、2021年度、常盤大学の入試制度についての説明を終了します。